キングプリンスのファンにとって長い間待ち望まれていた夢がついに実現しました。この注目のグループがサブスクリプションサービスでの楽曲提供を解禁しました。これにより長瀬廉さんや高橋海人さんを含むメンバーたちの魅力あふれる楽曲にもっと気軽にアクセスできるようになりました。この素晴らしい発表によりキング＆ g p r i のファンは喜びに満ちた驚きを 隠せませまんメンバーそれぞれの個性が輝く6人体制からスタートしその後5人体制に移行してもなお彼らの音楽はファンの心を捉えて話しませんでしたこれまでにリリースされた63曲に及ぶ楽曲の中には彼らの音楽の進化や成長が詰まっています長瀬廉さんや高橋海人さんが僕たちも嬉しいとコメントするこの時期に 彼らの音楽がより多くの人々に届くことは、彼ら自身も喜びを感じるでしょう。彼らの楽曲は、多くの場面で聴かれ、多くの人々の心に響きます。サブスク解禁により、これまで以上に、多くの人々が彼らの音楽を楽しむ機会を得る、ことができます。これまで、キングプリンスがリリースしてきた楽曲は、彼らの個性やグループの結束力を反映しています。 その音楽性は、切ないバラードからポップで、アップビートな曲まで多岐にわたり、彼らの多様な魅力を存分に堪能できます。サブスク解禁により、これらの楽曲がますます多くの人々に発見され、共有されることを願ってやみません。キングプリンスのサブスク解禁は、彼らのファンだけでなく、音楽愛好家全体にとって喜ばしいニュースです。これからも、彼らの音楽が、 世界中の人々に愛され、支持されることを願ってやみません。彼らの魅力的な楽曲が、ますます多くの人々の心に響き続けることを、願っています。キングプリンスの CD デビューから6年が経ち、彼らはファンに感謝を示すため、特別な贈り物を用意しています。長瀬連と高橋海人による、キングプリンスが、 記念すべき日である今月23日に驚きのニューシングルとベスト版楽曲の計63曲を音楽サブスクリプションサービスで一挙解禁することが4日ファンに向けて発表されました。このアナウンスは多くのファンにとって朗報であり彼らの音楽に対する熱狂を新たに書き立てるものとなりました。キングプリンスは これまでの6年間で数々のヒット曲を世に送り出してきましたが、これらの曲が一挙に解禁されることで、彼らの音楽の幅広さと多様性を再確認する機会となります。ニューシングルについての詳細はまだ発表されていませんが、ファンは彼らがどんな新たなサウンドで魅了してくれるのか、待ち遠しいところです。一方で、ベスト版には彼らのこれまでの奇跡が凝縮されており、 彼らの成長と進化をたどることができるでしょう。さらに、この特別な日には、ファンの期待を裏切らない特別なイベントも予定されています。長瀬廉と高橋海人による、キングプリンスは、ファンとの絆をより深めるために、ライブストリーミングや、オンライントークイベントなど、様々な形で彼らの感謝の気持ちを表現する予定です。そして、 この6周年記念日は彼らがこれまで歩んできた道のりに感謝し未来に向けてさらなる飛躍を約束する時でもあります。キングプリンスはこれからもファンを魅了し続け音楽シーンでその存在感をますます高めていくことでしょう。ファンは今から23日を心待ちにしキングプリンスの新たな一面を楽しみにしています。彼らの音楽は 時代を超えて多くの人々の心に響き続けることでしょう。キングプリンス、待望の新作がついに解禁。彼らの音楽旅時に新たな一歩を刻む15スシングル、ハーフムーン、ムーブが CD デビューの記念すべき23日にリリースされることが決定しました。このシングルには計6曲が収録され、ファンの期待を一心に背負っています。 しかしそれだけではありません。彼らのこれまでの軌跡をたどる上で欠かせない作品群が先日発売された初のベストアルバムミスター5に収められました。なんとその収録曲数は驚くべき57曲にも及びます。これまでの活動の集大成とも言える本作にはキングプリンスがこれまでに放つ楽曲の数々が詰め込まれています。 キングプリンスの童貞は、決して平坦ではありませんでした。21年3月末、岩橋玄樹が、グループからの脱退を表明しました。そして同年5月22日、平野翔、神宮寺、優太、岸士裕太、現ナンバーアイもまたグループからの脱退を、決断しました。しかし、そんな中でも彼らの音楽は、途切れることなく、進化し続けました。ミスター5には、 これらの脱退前の6人、そして5人体制時代の楽曲が多数含まれており、そのすべてが彼らの歴史の一部として今なお輝きを放っています。この新たなシングルとベストアルバムのリリースにより、キングプリンスは新たな章を迎えます。ファンは彼らの新たな音楽の世界への扉が開かれることを心待ちにしており、 彼らの音楽がこれからもさらなる高みへと駆け上がることを期待しています。ますます輝きを放つ彼らの活躍から目が離せません。キングプリンス、待望の新曲がついに登場。5月20日にはニューシングルの表題曲、ハーフムーン、ムーブの2曲が先行配信されることが決定しました。ファンの期待を一心に背負って彼らが これまでに作り上げてきた独創的なサウンドと魅力が詰まった作品となることは間違いありません。5月20日にはニューシングルハーフムーンとムーブの2曲を、5月23日にはニューシングルのカップリング曲となんとキングプリンスの初となるベストアルバムミスター5も全曲一挙にデジタル配信をすることになりました。 皆さんにもたくさん愛してもらっていたので、全曲いつでも聴いてもらえるようになって、僕たちも嬉しいですとコメントしている、キングプリンスのメンバー。彼らの音楽は、聴く者の,の心を捉え、彼らの独自の世界観を体験させてくれます。ハーフムーンは、切ないメロディと力強い歌唱が絶妙に絡み合い、聴く者に深い感動を与えます。一方の、ムーブは、 エネルギッシュでポジティブなメッセージが込められたアップテンポな楽曲でリスナーを前向きな気持ちにさせてくれます。どちらの曲もキング＆プリンスならではの独特の魅力がたっぷりと詰まっています。そして5月23日には待望のベストアルバムミ Mr.Go のデジタル配信もスタートします。これまでのキャリアの中でファンの心をつかんで話さない数々の名曲が 一挙に楽しめる贅沢な内容となっています。彼らの奇跡を振り返りながら、新たな一歩を踏み出す彼らの姿に、ファンは、さらなる期待と共に胸を膨らませることでしょう。キングプリンスの新曲とベストアルバムのデジタル配信が決定したことで、彼らの音楽はますます多くの人々に届くこととなります。彼らの魅力に触れることで、聴く者の,の日常に彩りを添え、 心に深い感動を残すことでしょう。楽曲の先行配信を心待ちにしつつ、彼らの新たなる一歩に期待しましょう。ニューシングルの表題曲、Half Moon, Move の2曲も先行配信。